ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、過つは人の性が、許すは神の心。人間は誰でも過ちを犯しやすいものであり、それを許すのは神であるということ。人は誰もが過ちを犯しやすく、間違いをしない人などいないのだから、他人のミスにあれこれととやかく言うべきではない。時には神のような寛大な心で接することも必要だと教えています。この言葉は18世紀の初頭に活躍したイギリスの詩人、アレキサンダー・ポープの著書批評論から引用されました。もともと前半の部分は古いラテン語のことわざがありましたが、後半の部分をポープが手を加えて作ったものとされています。人間は人間である限り、過ちを犯すのは仕方がないわ。でも、神様が許してくれるからといって、反省はしないといけないよね。この言葉は、英語ではこんな風に表現するよ。To err is human, to forgive divine. 今日のチェックポイント。Err.過ちを犯す。Forgive. 許す。Divine. 神。この意味で使う場合、本来は定冠詞、座がつきます。笑って許して、なんて言われて、許してあげるほどそんなに心は広くないわ。それでも、少しずつでもいいから、許してもいいかな。という気持ちを持っていこうと思うの。でも、期待しないで。アリサはそんなに甘くないからね。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya! チャンネル登録すると、新着動画の通知が届くよ。見逃さないでね。